ラグビーワールドカップ2011での南アフリカとの試合前にバ田ウを行うサモア代表チーム。ラグビーワールドカップ2007での南アフリカとの試合前にバ田ウを行うサモア代表チーム。バ田ウあるいはバ田ウはサモアのウォークライである。戦いやスポーツなどで規制を上げるために発する叫びであり、サモアのスポーツチームによって試合前に行われることでよく知られる。 ラグビーユニオンサモア代表はかつては伝統的なマウルールモアを遠征で演じていた。1991年のワールドカップに先立って代表のためのチャントが作曲された。この曲は選手が気合を入れるにより効果的であると考えられた。オーストラリアンフットボールサモア代表はインターナショナルカップ出場時タ田を舞う。WE では ウーソズが入場パフォーマンスの一部として、シバタウを舞う。ラグビーリーグサモア代表も各試合の前に、シバタウを舞う。ラグビーワールドカップ2007では、サモア代表はより攻撃的なシバタウを使用した。しかし、アメリカ合衆国代表との試合前には、元のバージョンが使われた。これと似たシバタウを、ラグビーリーグサモア代表が使用するが、終盤の歌詞は、 オリジナル版に似ている。ありがとうございます。